Step 2. アナログからデジタルへ。さて、このコミュニケーションにしたい場合には、この通信をしたい場合には、どういうふうに抽象化にできるんでしょう。まあ、センダーとレシーバー、送信者と受信者がいるんですが、そのメッセージを何かでインコードしなければならない。そうすると、メッセージを伝えて、 向こう側に,にはいる、向こうと相手の,の,のいるところにはディコーダーをつけて、メッセージが、レシーバーの人、受信者がと読めるようになりますよね。例えば、さっきの話してたことなんですが、とテレグラフとしては、モースコードでモース信号を使って、それがと電池の信号になって、電池の信号が向こう側に届いて、 向ここにいるモースキーオペレーターの人がそれがその電子信号が聞こえてそれがその後はアルファベットの抜き号に戻して受信,の受信者がそのメッセージが読めるようになりますさてこういうふうには考えると通信の手法が何がいいでしょう 我々は、えっと、アナログの人間なんですが、世界もアナログなんですよね。アナログというのは、まあ、hearing と,とか、それが音楽と,とか、自分の声と,とか、それがアナログの信号なんで、あとは touch と,とか、それが温度が分かったりと,と,とか、smooth とがか,か、ラフなののことが分かったりとか、ースすることできるんですが、あとは目、それが見えるところが、がそれが 色が、それもアナログの信号なんですが、それが強いか,か弱い光か,か、どんな周波数があるのか、どんな波長があるのか、すると、色も変わるんでしょう。そういう意味で、アナログのデータが多いんですが、人間はそのアナログのデータの処理は、まあ、得意なんですよね。さあ、一番最初に考える手法としては、 メッセージももうアナログの手法で,で通信した方がいいんじゃないですかと、のまあ、それが自然的に思うでしょう。そうすると、これがと連続的な信号なんですが、音楽とかいろいろあるんですが、そういう信号が、がと時間がが経つと、とその信号のの,のと価値が,が変わるんですが、それが、 エンコードすると,と、まあ、いくつかのところを使って、中心側にはそれがいただいて、それをデコードすると、そのメッセージが,がと取り戻せるでしょう。すると、例えば、こういう信号がある場合には、これが、まあ、上がったり下がったりすることにはなるんでしょう、この信号が。これが、 さっきの話してた電話とと,と AM ラジオとかにはこういう信号の,の,の手法なんですが、すると、いくつかの問題があるんですが、一つはノイズに,には弱いんですよね。と小さい差ががとに,になると,と、その誤差に,になると、それはまあ大きな変化に,になる場合もありますし、それが、 コピーすることも,もう難しいんですね。さっきの話してた、まあ、えっと、腕切り通信機とかがあったんですが、それが、あとはあとテレグラフのことがあったんですが、それが、中継所で、ね、それがメッセージをコピーしてたんですが、それが、まあ、アルファベットとかを使ってたから、そのエラーになる場合は、ないわけではないんですが、 このアナログの信号より少ないかもしれない。で、これが、さっきのオレンジの信号があったところにはそれがあったんですが、例えばノイズが入ってくると、このコピーする場合にはこの青い線にはなる可能性があるでしょう。で、それが音楽だったらどのくらいノイズに影響するのか、まあ、機械とと信号とと人次第な,な,なんですが、と大きな問題を行う場合もありますね。 さて、アナログじゃなくて、デジタルの信号にも使えることは可能なんですが、それが、例としては、それが、がえっ、ー、と、中継機とそ、その、あの、なんだっけ、えっ、ー、と、腕 <laughs> 着通信機とかテレグラフとかに使うと、それが、えー、とディスクリートのセットを使うんですが、この場合には、この連続信号をデジタルにする場合にはどうすればいいでしょう そうすると、まあ、時間の軸としては、それが信号があるんですが、えっと、左から右に行くと時間が経つんですよね。すると、とその青いところには、と決まっている時間のところには、その信号を測定する。で、その測定されていることが、この棒の高さ。 だけを伝えると、これまあ、記録すると、これが信号になるんですね。この青い棒はどのくらい高いのか次第です。そうすると、と、t0, t1, t, 0, t, 1, t には連続で,で、タイムスロットで、で、と信号のことになるんですが、その場合だったら、まあ、例えば t0 のところには s0 になる。t1 のところには s1 になる。 t2 のところには s2 にはなるでしょう。連続にやります。これの精度が、どのぐらい早くそのそのサンプリングすることには依存するんですかこれが、遅いレートで、それが結構時間が空いている,空いていると、その 信号を作り直す、とりえ読み直すこと、読み出すことが、だんだんその精度は低くなるんですが、その、速いところにすると,と、信号が早く変わってしまっていると,、えっと、速いレートでサンプリングすることは必要なんですね。この場合だったら、これが、 このところに、最初のところには、ゆっくりに信号が上がってきているんですが、ある箇所には、急には変更するでしょう。このところには、サンプリングをしなかったら、このサンプリングをしなかったら、その下がっているところにはミスする可能性があって、信号の誤差にはなるんですね。その物理デジタルの信号が、 まあ、ノイズについては、とアナログの信号より強いなんですが、えっと、さっきの例としては、そのアルファベット使っていると、そのアルファベットがディスクリートの、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 えっと、メッセージにに,になるんですが、あとは、これが、まあ、安いかもしれないし、あとは、えっと、 作る、処理することも結構、あの、デジタルの処理がのシステムがいくつかの,の手法が,がある、ありますし、あとは、待機をもと、まあ、使う手法によるんですけれども、その待機の,の,のと効率の,の方が高い可能性もあります。